これ田舎に結構ラグあんだよな。きゃいや、こんにちは、こんにちは。今日はプロジェクト様お前なんかさ、え、お前それもらったんだろそのアバターそうです、あ名前書いたんですよ。お前ほんとにスペシャルアバターじゃねえかようめえか。タミさんの分もあるっすよ。タミさんの分もあるっすよって。あ、ありがとう。すげえな、色変わんだ。あ、毒酒。うめえな。え、てかさ、なんかさ、あれだろ、質感が変わったろ、そもそも。そうなんです、多分ちょっと目がキラキラしてるのと、なんか肌もちょっとすべすべになあ、毒素が抜けたよな。なんかドライアイ治ったっすね。なあ、こう来てなかったのにな。えということで、ところは今回はあれだから、プロジェクトサマーフレア会プヤルチャッターたちがね、もうこぞってあのワールドはいいぞっていうことで、夏の最後をこのワールドに締めくくろうと。楽しみだな。楽しみっす。今回は一人いんだよ、ついてきてくれる人が。え、来てみる。だ、ロボ、テレンスくんです。あ、ハイタッチ、あ、ハイタッチ、ハイタッチ、レンズベタ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 プロジェクトサマーフレアで積みかけたらテレンスくんが補佐してくれるから。なんか積みポイントが結構あるらしいんだよ。我々がクリアできるかどうかちょっと怪しいんで、ごめんなさい。ありました、あると思うから、これでいろいろやってもらいます、はい、ということで、テレンス君、ワールドお願いしていいですか。あ、お願いします。お、来た、来たっす。行くか、行くっす。いいね、よーい、えい、おっ、なるほど。来た。来たな。あ、テレス君。え？この世界には狂気的な表現が含まれてます。どういうこと？聞いてねえよ。なんだよこれ。え？あ、なるほどね。はいはいはい。理解した理解した。もう遊んでんな。え。じゃあ二人とも始めるぞっていうところなんだけど、始めるがなんだかわかんねえんだよな。とりあえず探索してみるか。なんか、なんか、水族館みたいしに行く。うん。こっちの方が気になるよな。駐車場みたいな。でもここ地下入れるよ。あ、でも、え、地下しか？え。なんかちょっと、怖いって。怖くねえ。狂気的とか言われてるから。まだ来ないやろ。まだですか。え、おがっかり、やばい。あ、いや、ポップな方が優しい。あぶれ、巻いたとこも音楽可愛かったじゃないですか。そう、おおおお、なるほど、水族館の中に入れる。合ってるかどうかもわからんぞ。はい、なんだこれ。何変えたら、え、でも今んとこ綺麗っすけね。ああ、今んところめっちゃ綺麗なだけだね。あぶねえよ、だってあぶねえよ、俺やだよ。警戒心マックスの覗き方してたっすよ。おー、綺麗っす綺麗っす。これは ?1 って書いてあるよ。あ、やばい、入れるわ。これじゃないですか。え、ここ、これ。あ、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。え、あ、ね、ちょっと他見てからにしよう。おー。綺麗。
おー、なんか倒れるとこないですか？あるんだよな。お、でも行き着くとこそこっすか？ぽいな。え、あ、でも、あ、これはなんか通るやつですか？なあ、さすがになんか通ろうか。作りなさすぎる。あ、お土産コーナーね。何にもないの、こんなが。こっちいると出ちゃうし。エレベーター乗ってみるじゃん。以上。はい。どこじゃ。お邪魔します。テレンス君。お。やばい。おお。おお、大丈夫か、お前ら。軽すぎてちょっと体が浮き上がってるぞ。エレベーター鏡あったら見出しなりしちゃうし。ここに来んだ。なんかテレンス君が見てるぞ。やばい。テレンス君か、テレンス君があそこ見てる。俺たち行けなくなっちまった。ちょっと待てよ。テレンス君、テレンス君があそこなのかもしんない。ところば一瞬で行くぞ。え、何ですか？お、いっぱい。あ、こっちか、こっちか。お、テレンス君待ってる。お、あ、あ、あ、え、ガンスルーで行っちゃったっす。なんだ？これ、お、欲しいですか？あ、あ、でもやっぱ、持ってくんですかね？うん。ちょっと持ってってみよう。見て、今気づいたわ。俺たちこれ解けないようじゃ多分もう無理だぞ。でこれをどうすんだ。あ、スイカ持ってこい。あ、持ってなかった。何か、お前すぐ飲もうとするな。あ、喉乾いてる。お、は？嘘だろ？に、21時36分をお知らせします。おい、広大すぎるだろ、ワールドが。つい超えたか。トンネルの中が無限に続いてるの怖いんだけど。うわ、墓や。あ、お墓。え、お墓の地下。ちょっと地下行ってみる。ここは水族館に続くのかな。あ、でも、あ、そっちに続くんだ。お、お、お、おい、おい、おい。喉渇いたもんな。あ、テレス君も飲むっすか。はい。あ、いや、あ、後ろのタンクに。あ、オッケー。学校。じゃあ、じゃあ、給油できてんのか。おねですか。あ、って言ってないんじゃないですか。あ？あ。はい、使える？え？
え、え、え、来い、戻して。んでだよ。なんでだよ。うわ。ちょっとね、番号ちゃんとする系なんだけど。あ、数字探しに来れと。でも BGM ちゃんと消えたぞ。消えちゃったっす。え？はあ？よ、山っす。なんだ？あ、あるわ。で、あっちのトンネルは封鎖されてる。こっちに行くんだ。あ、ちょ、階段。階段お前苦手すぎだろ。行け、ほら持ってやるから、ほら。いいよいいよ、ほら。遅いよ。あれ、なんか空、月が。え？待って、月スマブラやん。あれ。え、これ。これ、ほっぱじまるかもしんない。手紙届くかもしんないっすね。あー、でも、これ、鈴も入れるところもありそうだな。あるぞ、ほら！入れるところ。この中に、まず、1個、セット。あ、そこですね。箱。でも、こういうところに、え、ないっすか、ないっすか？もう、お前、明かり当たんないと怖すぎるだろ。ゴキブリみたいなんだけど。嘘。お、怯えてるっすけど。自分っす。ほら、ほら。さあ、あと一個だ。鈴を探すぞ。ありそうっすけどね。ありそうね。中入ったりとかも。裏とかか？あ！おーい！あ！あ、捨てられてんじゃないですか。弱くすぎじゃないですか。あ、音が。ちゃんと鳴る？音鳴る。じゃあ最後一個セットしてくれ。よし。おい。あ。ちょっと水分補給。あ、自分も飲むし。うまっ。そんなことなる？水飲むときそんなの。違うです。そんなアニメみたいなことなる？コポ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 って言ったぞ、お前。違う、大きいペットボトルにちょっとだけ入れてて、違うんですよ。行くぞ、みんな。これ多分。え。あ、やばい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 。あ、やばい。え。え、さっきまでいた神社は？どういうこと？やばい、これやばい、これはやばいわ。え？あ、とりあえず一個ずつ辿ってきたね。この、この線が、なんだろう。あ？え？ないっすか？お、充電ないっす。電池ないっす。ここは電池がなくて開かないんだ。なるほどね。状況を見ていこう。ドアあるし。ドアあるよ、わけわかんねえよ、怖っ。ここも動かせるでしょ。高いし、なんか外、ね、久々に外、俺たちなんかコロニーの中にいるな。これは何なんだ。はーい、ところがこれあれだ、見てて、これここ、ここ見てて、ここ、ここいくよ、今上が光ってるじゃん。あー、下行ったっす。あー、そういうこと。じゃあこれ、これ、そうだね。あ、電気来てる、電気来てる。あ、電気来てて、これで、こっちを回してみ。お、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 じゃあこ、こ、こうしてる。あ、行こう。あ、ってことですか。完全に理解したよ、我々は。これ、やっちゃうよ。あ、じゃあ、これ、下ろすだけで。あ、今落としたろ。
の。ほれ、晴れた。で？あ、え？そういう要素？で？いや、上からじゃね？こっからこうだろ。あ！こんにちは。よかった。この端末は見えていますね。これ見えるか？ああ！すごいのあれですよ。私はオペレーターのルピです。もしかして前にお話ししましたっけ？状況を説明します。私たちはサマーフレア作戦を実行中です。うん。そこでプレイヤーであるあなたには目的であるサテライトのリセットを行ってもらいたいのです。サテライト。サテライト。あ、まだ。以上。ひとまずこの先の倉庫まで移動してください。コンビニがあった場所です。テンションマーク出てる。あー、なるほど。上のあったところ。これ持ってた方がいいんだろうな。これ持ってないとあれかな。これ、ちょっと任せようかな。あ？あー、そうなんだ。漂ってくれんの？あ、すごいって。まあ、とりあえず、行くか。行くっすか。このドアの向こうに、オン、え？え、なんすか？あ、切れてる。ちぎれてるわ。うわ、コロニーすげえな。なんか普通に綺麗ですけどね。綺麗だね。でも夏だって言ったのになんか雪降ってんのが。設定マジわからん。どういう。あ、とりあえず先に進んでもらえませんか。え、あ、進んでるっす。すいません。こっちまっすぐですね。だよね。あ、あれだね。これじゃないですか。これだ。このドームはサテライトの基盤施設です。31年前に建設されました。動かしますよ。あ、OK です。最高レベルの保護がかけられています。つまり普通の人間はこの場所では即座に発狂します。だからこそこの作戦はあなたのような存在しか遂行できません。我々は特別な存在なのか、あ、と言っても誰もいないわけじゃないですよ。注意して進んでください。勝手に動いてる。あ、やばいわ。ちょっと暗いな。ところばこういう時はお前先だね。お、え？ん？いや、普通に怖いっす。音楽消えないでほしいっす、一瞬でも。何にもないな、今のところ。意外とすんなり来れたぞ。あ、またあんじゃん。頼む。これ、え？あ、はい。え？何？うわ！ダイダン？何何何何何？これ逃げるやつか？え、我々はどうすればいいのこれ？違う？どっち？下がってたって。行くの？ダイダンはどこにいんのこれ？あー、もう行くか！危ねえ！落ち着いて。向こうに銃を配置してます。それを確保してください。ところは銃や銃。
銃の方に行かないといけない。おお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 おドロバ来てるか。ドロバ急げ。やばい、危ない。ドロバどこいんだ。なんで何やってるんだあいつら。え、やばい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 、あーああ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 あ、あいつはどこ行った？あ、ここ登んのか？あ、やばい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 、ええ、痛い。行こう。あ、やばいやばいやばい、げ。危ない、危ない、行くぞ行くぞ、やばい、足だ足だ足だ、危ない。ここに銃があるはず、どっから入んだ。やばい、見てる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 、ちょっと待って。俺よくあんな何回も食らえたな。で、こっちにあったあった、銃がある。あ、あったあったあった、ちっちゃい。やばい、俺が思った銃と違うぞ。もう電気アサルタイフみたいなんじゃねえか。これ弾じゃね、違う、弾とかじゃない、違う、弾じゃない、それカレンダーや。ドラマ撃て、それ銃を、戦車砲塔と同期させます。 100% になるまで耐えてください。それがもう戦車級の強さになるんだ。待ってればいいだけのはず。やばいやばいやばい、今です、待って、ドラマ撃てー、今じゃないし、今じゃないし、絶対今じゃないし、今今今今やれ、ドラマ。打ち抜けよ、打ち抜けよ、打ち抜けろ、だからば。いいぞいいぞいいぞ、もう撃てないのか。あ、お前すんげえな、それ腕しびれた。すげえんだな、これ見かけによらず。え、このダイダラボッチを土木建専用したものです。え、なんかもともと建築用のやつだったらしいですよ。なるほど。私は LC は25年間この凶器を持って凶器を御する機関として活動してきましたが、凶器はこの世界に偏在し続けました。このままでは人類は狂気に取り込まれてしまいます。え、だからこそ全てをリセットしなければならないです。世界を前に進めるために。余裕回収のためにネクロマンサーハンを派遣しています。プレイヤーは先に進んでください。ところば、名前が物騒だな。これはお前に託した。託すというか、押し付けるというか、
トロマ前、射撃は慣れてんだろうな。え、まあ、多少の心得は。嘘つけ。ここを撃ってみろ。お、はい、やるな。次ここだ。お、お前やるな。はい。お前に任したな。え、ああ、あ、証明しちゃった。戻されちゃう。よし、行くぞ。ん？銃はその辺に置いててください。手のひらを向けるといつでもどこでも引き寄せができます。え、どういうこと？うわっ！え？はい、ダメですよ。ごめん、とりあえずこれを上に。おっと、ん？なんだ？え？そういう？そうか、これ VR だからはしごもあれなのか。自分で登んねえといけねえのか。ゆうちゃん、すごいですね。お、これ、これ普通に。ん？大丈夫か？ちょっと待ってください。そこにギー・デュランダルを投下しています。何なんですか？なんかあるか？え？あ、あー、あー、なるほどね。あの、ウィスあるな、あそこに。見えるかな？すごいアスレチックじゃん。あー、そういうこと、足はその、細いので、あ、まあ、そうですね。うわっ！うわっ！おー、でも、綺麗ですね、なんか。なんか、リミナル、プレイじゃん、プレイ。ここっす、ここって多分。これ危ない、俺ね、VR の鍛錬を行ってなかったらね、酔い狂ってたわ。これマジ危ない。いや、用意してよ、これ。マジで手足振るの大切。超大切。あ、足踏みしないと本当に落ちちゃう。いいぞ、その調子。これ、え、でも、高すぎないですか？こんなとこで合ってるんですか？これでどういう？ここじゃないですか？ここ降りんのかな？我々の足は細いって言ったぞ。足が。お前、とびっきり細いからな。え？お前の足、こんな足してんのか？今初めて見たぞ。足は5本あるし。なんで足は5本あんの？でも、ここ以外。登ってみるよ。登ってみてる。あみさん、手の力だけ登ってるぜ。お前もだよ。ちょっと休憩。ちょっと休憩。詰まってるんです、後ろ。一回休憩。後ろ詰まってるんです。足で切らないで。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、でも言うてすぐに見えるぞ。こう見ると。怖いな、ちょっと。こんなアスレチック要素あるんだなぁ。え？飛ぶってことですか？いや、ちょっと待ってよ。なんかあっちでなんかをしないといけない臭くない？あ。え、あ、え。これを使って。あ、そういうことですか？来た！お！お、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 びっくりした。足滑らすなよ。最初からぞ。え、ちょ、助け？あ、やっば！こいつやばい。あっ、腕届かないですけど、天井に当たるし。頑張れ！手柄だ！よいしょ！
よいしょ。これ迷うとダメ。よいしょ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 。うわあ、腕力が。よいしょ。はい、上登っちゃってて。よいしょ。よいしょ。オッケー。ほんで？嘘だろ？で、で。うわ、掴めるわ。はい。ここから行けるっすか？行ってくるよ。いやー、絵面はすごい面白いです。写真撮ってもらって。あ、ちょっと！落ちてるやつがいる。よいしょ。よいしょ。オッケー。マジか。はい。はい。どけ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、あ、あ。そっち怖い。あー怖い。怖このゲーム落ちんの怖は。え、違う、あの天井人差し指に鳥があるじゃないですか。天井あるじゃないですか。勝ち。天井勝ち。お前手あげると天井に当たるんだもんな。ヤニヤニヤニ住んでるから。よいしょ。あ、でもはしごが多いな。何ですか？何言われてるんですか？いいぞ。よいしょ。長い。一番長い。遅いよ。一番長い。困ると使える。疲れた。おい、お前足プランプランじゃねえかよ。お前足疲れたし。謝れ。よいしょ。よいしょ。これだ。トード。持っていいぞ。ジ・デュランドルは人類が最初に発見した凶器で、フランスのローランデンスに登場する聖剣そのものです。いえ、正確にはその模型ですが、本物と全く同じ性質を持っています。つまり、絶対的に折れることがありません。今まで多くの作戦に利用されてきましたが、今回も使用してもらいます。最後の活躍になるでしょう。ちなみにそれ、盾としても優秀ですよ。盾としても有効ってことはさ、ちょっと練習してみるか。あ、ちょっと、防げてる今の、当たってない。大丈夫して。大丈夫？電車はちょっと。この隙間から来て落ちたま、この、開いてるんです。あ、見て。どうしてですか。怖いんだけど、俺降りんの。本当に怖いんだけど。これ VR で降りんの、本当怖いんだよね、俺。飛び込みの体勢で。うわー怖ー、マジですげーな VR。 これはなんだ。これライトだ。その羽はルナトニウムです。特性が未定義の元素です。通常サテライトは我々に狂気を行使しません。あれは意思を持ちません。ですが
今回は明確に我々を止めようとしています。夏を維持するために。うん。先に進みましょう。それに剣を押し当てて破壊してください。そういうことか。おい。行け。あ、失礼します。アセンション違反。現場での未検証の接触は先ほどやめました、ね。許容範囲は超えてないはずです。この最悪の施設の発電系統があります。建物の構造は知っていますよね。知らねえよ。の、あ、知っていますよねってそういうことか。俺たちは確かにこんな中の構造を知ってるな。これあれですね。知ってるしね。もうぐるぐるしたっすもんね。ぐるぐるした。水族館だ。行ってみるか。基本的にはところば前で。あ、この逆再生みたいな音怖いですけど。あ、怖いな。ああ、でもびっくりはないんじゃないですか。どこは。お前そんなこと言うなよ。確定すんのが怖いじゃねえか。お土産もめっちゃでかくなってる。なってるっす。でけえ。あ、でもこっちはそんなに。何が入ってんだ。車と信号車っすね。だな。あ、こういうの怖いな。これ庵野監督みたいなセンスなんなの？わーい！ということは？あ、お前見任せよ。よいしょ。タンクの方、タンクの方行ってもらって。オッケー。俺の後ろについてこい。例えば信じようしろ、信用しろ。おい、めちゃめちゃ暗いぞ、これ。なんでだよ。なんでこんなめっちゃ暗いんだよ。びっくりし。うん。さすがに暗わんと思うけど。この中心のとこ。あ、来た！ついてこーい！あ、来た。急げ！あ、今行けます、今行けます。ちょっと待って。いいぞ。大丈夫ですか？はい、切るすか、開けてます。ナイス。ここ結構、あ、なんすか？夏は私たち人類が遭遇した最大の狂気です。現状、私たちの持つどんな手段でも破壊できません。夏は今も拡大を続けています。今後、数週間で地球を覆い尽くすでしょう。そうなれば人類はおしまいです。の大丈夫。あなたならそれを乗り越えて進んでいます。あなたたちなら。進もうか。あれ、それ展示されてるっすけど。あ、待って、上にあるやん。え、進んだら反応するのか。いや、反応しない。あーあ、知ってる。おお。任せろ。オッケー。おい、気づけ、今の時点。頑張れ、ところば。痛い。オッケー、行こう。走れ。できるっす。はい、エリス君は？神社だぞ。え？うわ。おっと。大丈夫だ、俺の後ろにいろ。走るぞ。すぐ。これはジャンプできるね。あ？なん
のですか？なんで爆発だ？あ、撃って壊せるんですか？もしかして。は？あ、そうなんだ。そうなんだ。これそんな強いな。撃って壊せだって。あー、京都っすね。あ、トラバ！あ、トラバ！あ、ちょちょちょ！壊せくれ。ナイス。え、当たってないのあれ。壊れてますよそれ。急いで、じゃあ登るぞこれ。はい。はい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 。登った。あ、これだ。中にコアみたいのがあるんだな。そうです。NLI が不安定です。慎重に一歩ずつ進んでください。サトライトが何かしてくれるかも。お？おい。おい。何ですか？おい。え？いるぞ。武器持ってこう。やだ。でも、え？ガラスの向こうだからな。人だね。人じゃないですか？そこに立ってる人たちが見えますか？彼らはあなたに手を出せませんと聞いています。刺激をしないように進んでください。はい。サテライトの一部になってるだけ。よいしょ。あ、剣が必要だ。撃ってよ。あ、え、あ、ん、え、む、袋出たんですけど。あ、これは我々は乗っていいのか？これ今ダメなマークじゃなかったか？あ、そっから先に進めそうですか？道が塞がっていますか？はい。塞がっています。あ、ちょっとやばい。乗ってるっす。出るよ俺が。うん。もしもし。聞こえます。ん？こっから聞こえない。ん？え？え？この GGG ってのは何？これの音？ずっと鳴ってる？え、わかんないし、わかんないし。まさか、そんな、何？ん？もしもし？核攻撃？え？何？あの、え？完全に、あの、近づいてきてるんですけど、核。え？え、あの、どう、お、お。作戦開始大至急、最初の場所まで戻ってください。最初の場所？神社に？神社大丈夫ですか？最初の場所ってどこだ？じゃあこっち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 こあ、ばばば、どこだ？後ろだ、後ろ、後ろ！やばばばばば！頼む！撃ち切ったら、撃ち切ったらいける、撃ち切ったらいける。はい！ナイス！浮き出す、浮き出す。よいしょ。間に合うんすか？外に出たけど？落ち着いてください。この LP のいかなる凶器を用いても着弾させていきません。え、ダメじゃないですか。失われた核で実在します。は？何言ってんだ。システム正体を与えてデミを分けて持ち込もうとしてるのでしょう。どこに行きゃいいんだこれ。これは戦争です。
失われる命のことではなく救える命のことを考えてください。もう来た道戻るだけじゃないですか。とりあえず神社に向かえばいいのか。あっ何やばい、ナイス。壊せ、ナイスだ。あ、でかいいよ。あ、何、何ですか、なんか変わってるぞ、はい、これなんだ、ちょ、ダメなやつじゃないですか。あ、でも無視していくって。あ、ちょ、その話をオーバーライドします。そのまま直進してください。信じよう。行くぞ。行っていいですか。行こう。ジェブリー。はい。どこやだ。誰だ。どこやだ。ナイス。顔面が犠牲になった。その扉もオーバーライドします。扉？え？どれまで行ってた？これか。開けてくれんだ。やばいっす、全然時間ないっす。暗くて見えねえ。進めてるのかこれ。てかこう見ると俺たちよう進んでたなこれ。そうっすね。今日ぐらい頑張れ、ところばどんなに疲れたっていい、頑張れ、ところば休憩すんな、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 こっちっす、こんなかっつ、こっちっす、こっちっす、これじゃないですか、これだね、これをパスコードは2141です。2141、打ち込むところ、夏の電話ボックスから、あそこだ、2141、へえ、どれって出方がわかんねえ、おい、やめろ、早まれ、やめろ、離せ、どこそこそこそこ、入ろ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 、すげえ、これインスタンス抜けて次のストーリーに繋がるんだ。うわ。うん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 。これだ。おい、飲んでる場合か。これで、2、1、4、うん、あ、つながった、聞こえます、はい、聞こえます、はい、聞こえてます、はい、はい、お願いします。眠い。なるほど。あ、
マーカー58メートル。あ切ります。はい。残す。行くか。トンネルの入り口だ。おいし。お。入った。に。平行世界。この世界は夢でも仮想世界でもない現実で。蝶の羽ばたきは最初からこの世界に組み込まれていて。私たちは未来を変えられないし、過去も変えられない。変えることができるのは今のこの瞬間だけ。つまりあの場所での出来事は、過去と未来は変わんないけど、ここの世界線はか、うっ、なに？は？だから一本しかないから。それだ。ね、あ、ギリギリ入ってないかも。死ぬっすね。サタイトシステムは多重系です。つまり残ったこの場所がこの作戦の一部着地点です。なるほど。時間軸は全部一緒なんだ。一緒に進んでるんだね。それを裁く立場にはないけど、人類がその覚悟があるなら最後まで付き合いましょう。どうする？おい、びっくりした。レーザー砲を輸送しています。手を上に上げて受け取って。はい、頑張れ。あ、むずいな、はん。あ、ここっすね。わあ！あ、ついんですけど。あっついな。あっついし。これはテネンスだ。架空は俺たちは持てん。焼けたやつです。はいぞ。ちょっと怖いな。どういう
うことだ？わかんないです。お、あるな。とっ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 と。テレンス頼むぞ。ほら、進め。あぶねえ。あ？施設の発電系統です。はい。なんかあそこにあん、うわ、うん、おお、なるほどね。あ、こっちっすね。あ、こっちもきつい。あ、でも後ろになんかあるよ、装置が。この装置はどういうこと？やってみて。お、こう、お、止まった。どっちも止まった。風の勢いで飛ぶんじゃないですか？うわぁ！あ、え、ピタッ！よいしょ、ええ、よいしょ、よいしょ、頑張れ！よいしょ。でもキモキになっちゃう、こんなの。おお、おっと。え？何ですか？あ、うん、落ち着いてるっすよ。冷めたっすよ。もう熱をまとってないけど、なんなのここの雰囲気は。はい！いいぞ！今のうちどうぞ！はい！あ、抜けられるわ。もう一個ある。だからば、もう二つあるわ。あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。え、二つ？ちょっと聞いてみて。あ、ちょっと待って、いいぞ、いいぞ、いいぞ！あ、これ、このドアノブは触れるわ。お、お尻じゃないですか？あ、来た。は？もう、もう。え？押しちゃダメっすよ。押しちゃダメっすよ。いや、押さないよ。押さない、押さない。前向いてみ。あら、あら、怖っ、怖っ。思ったより怖かった。
オーバーライトなしで進めるのはここまで。はい。とりあえずあのレーザーをお前発生で見るか。え、なんだ。え、何すかこれ。ちょ、え、VR が外れた。声が聞こえる。おい！行こう！なんだ。
ったし。声は戻ったけど、これ、ここにいるしね。いるな。宇宙空間か。なんだここ。なんかさ、ジャンプして。何ですか。重力がさ。でも確かに。よく眠れた？LC 本部がある基地。ちょっとずつ進もうか。なんか俺たちさっきこんなん外さなかった。なんかニューロンになんかやってるんすか。視神経。こんなやつでした。ちょっと待て。なんか。ちょっとずつ新しくなっていってるわ。なんか新しくなってるっすね。うん。どうしよう。これ2116年のモデル、これが。What？ え？急に。ルピーだ、これ。ファス、プラス、ルピー、プラス、プレイヤーズ。俺たちを案内してくれってやつだ。どういうことですか？見えるよ。氷と瓦礫ばかりのあの地球に。氷河期来てんすか？核でおかしくなっちゃったんじゃない？地球はもう。あれ外に書いてあるの、ここの、この施設の名前っすかね。あ、ほんとだね。なんて、何ベースって書いてあるんだ、これ。ユニオンベース。の。パス。私の一部です。まあ機械なんだ。ファスは完全にね。サーバーに入って。私は向かって右側です。右。おお。
パソコンがいっぱいあるし。うん。しかもいろんな時代のパソコンがあるね。こっちはめっちゃ最先端って感じするけど、ルピア俺たちの現代のスマートフォンにもあるし。近いですかね。うん。お、どうですか。テレンス君なんかそれ気になるんですか。ん。どこできないし、どこできないし。重たいな。ちょっと無理かも。重い。これ限界です。これです。今の地球を見てもらいたかったら、これはルピの提案だけど。してるね。うん。どこ。お。これを。うん。の。行くぞ。
なんか暗くなってきたし。あ、暗くなってきたな。うん。あ、よかった。声は。これさ、うん、人類、え、人類滅亡エンドって話？これ。え、俺たちの記憶を、なんか新しい人間のアダムとイブができた時に渡しますよってことじゃないの？違うのかな？自分の記憶しか？もう俺たちの人間の記憶を。どういう扱いなんだろう。ブレスの世界でもビールはあるんじゃないですか。記憶の世界っていうか、もうこの世界は多分もう終わっちゃった世界だね。もう地球は死んだよね。だからこれは多分機械を使って再生されてるっていう。ゴブレムってわけでも、いないのかな。あ、でも電話ボックスも、いっぱいなくなっ、お、あ、でも押せないわ。あ、押せないです。押せない。夏が壊れたんだなぁ。うん。なんか、でも、セミの声だけで暑いな。最後、水族館見に行くか。ちょっと遠いけど。どうする？いや、でも、あそこでワールド作り直してまた入るっていうのは、ちょっと VR チャットならではというかさ。あそこ、あそこすごかったですね。お魚綺麗っすね。地下は生きてんだな。でも色は、あ、色なくなってあれし、イワシの大群みたいな。記念写真を撮りましょうか。体を動かして。地下。の。プロジェクトサマーフレアでした。でした。お疲れ様でした。壮大なワールドでした。12時過ぎだしたよいしょ。はい、お疲れ様です。テレンスお疲れ。もう終わりですか。もう終わり。はい、はい、はい。はい。最後に行きたいとこアリス。あ、なるほど、いいよ。アリス。いいよ。アリス、アリス、アリス、アリス。よいしょ。じゃあ、何個か。いくっす。何個か。よいしょ、よいしょ。わあ。何ここ。馴染みないかもしんないっすけど。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。オッケー。なんだ。お、出たっすね。これ自分のやつっす。これお前の船なの？これお前の。自分のせい。ほう。え、俺の分あんの？俺のも出して。ないっす。自分ちょっと
帰んなきゃいけない。何？どこに？自分のいたとこっすよ。これで？そうっす。どういうこと？帰んなくてよくない？全然。ちょっと帰んなきゃいけなくなっちゃった。お別れなし。お別れ？じゃあもう、夏だけって決めてたの？おい、マジか！おい、ちょ、待って！何？お前、いろいろあんだな？いろいろあんだな？わかった。いろいろあるのは俺は止める気はないけど、また遊べんだよな。はい。約束だな。また遊べるって。ちょっとしばらく会えなくなるだけだよな。そうっす。そうだよな。だったらもう俺は何も聞かない。俺何も聞かない。まあ、夏にお前と会って。すごい仲いい旅行だったし。夏をお前と壊して、一旦終わりておけて、いい区切りなんじゃないでしょうか。そろそろ。お前本当にこんな操縦できんの？いや、これで来たね。乗れるっす。じゃあ行ってみ？どっから乗るんだ？もう忘れてるじゃん。ちょっと、チェキの位置変わってんな。おいし。ところが事情は聞かないけど、お前遅すぎたら俺迎えに行くからな。だいぶ遠いっすけど。おー、いいよ、迎えに行くから。じゃあ、すごく楽しかったっす。今までの一番、人生の中で一番濃かったっす。めっちゃ俺も楽しかったよ、ところば。あ、待って、テレスくん。バイバイ。気をつけんだぞ。途中事故んだよ。ちょっと、あ、危ないんで下がってください。危ないんで。わかった。おい、操縦大、操縦大丈夫か？お前気をつけろよ。じゃあ行ってくれよ。お前健康に生きろよ。おぐらぐらしてんな。おぐらぐらしてんな。向かいかな。テレンス、お疲れ。今日は帰ろう。はい、というわけで、ところばが母性に帰ってしまったので、一度ここで区切りとさせてもらいます。サミとところばの夏でした。皆さん、ありがとうございました。また続報だったりは、あったら言うので、普段の配信だったりで、ところばだったりは、よかったらやめていただけると助かります。はい。また、普段通りのスタンビに戻ります。お疲れ様でした。また配信に来てください。おやすみなさい。